今日はみんな楽しみにしてください。
そうそう、久しぶりね。あの毎度毎度おなじみじゃねえな、まあ、バベルですけども、今回ね、バベル主催イベントパーティーボリューム2、ね、こんなに大勢の方に来ていただいて本当にありがとうございます。これ需要があるのかなと思ったら、なかなか需要があるみたいで、あのね、まあね、もう季節もね、11月なので、まあ、バベルは多分年内これが最後のライブかな。で、そうそう、今年ね、バベル2本しかライブしてないのよ。そうそう、だからね、そう、前が6月かな、6月福岡でライブをして、で、それから久しぶりの、そう、大分今年1本だけ、ここだけね、このギターさんがね、うん、なかなか忙しい方なので、うん、そうそう、だからね、鈴子様が2年ぶりかな。喋る、あ、喋る。マイク忘れとったわ。そうかい。そうそう、2年ぶりにステージだね。で、まあね、その前6月の時にもう一人ここにね、変なのがいたでしょ。あれがね、そうそう、変なのがいたんですけど、星に帰っちゃったんで、ね、そうそうそう、だからまあね、今は4人で活動して、まあ、来年はね、また何かあるかなと思いながらも、今年はこれでバベルは最後ということになります。で、まあね、締めのね、イベントですけど、どうなのよ、俺もめっちゃきついのよ、このイベント。あのね、やっぱね、年には勝てん。まあね、何がきついってね、申し訳ないんやけど、俺今日ほら、こうバベルの主催のイベントじゃない、俺ね、昨日ここに来て暴れてたよ。昨日ね、高橋真子さん来てて、ね、ちょっとね、盛り上がってわーってやってたら、自分のライブ忘れてたっていうね。まあそんな感じで、今日ね、こんな感じで、今日素敵なね、去年のまんま、そのまんまね、また去年のメンツとまたね、こうやって同じパーティーができて本当に感謝です。皆さんありがとうございます。言葉では言うけどね、これね、ちょっとね、まあね、今日ちょっと時間があるので、うちわを話すとね、このパーティーっていうイベント自体は実際問題ね、バベルが発端ではないんですよ。そうそう、バベルは YouTube のチャンネルがあります。バベラードチャンネルっていうのがあって、そちらの方でドラム談義とね、ボーカル談義っていうのをやりました。各ね、今日出てるバンドの人を集めてやったんですが、誰とは言わないけど、ね、クランベリージャムのドラムさんよ。なんかみんなで盛り上がって、なんかこのメンツで対バンしたよねって言って、じゃああとよろしくだけだからね。まあでもね、そんな感じでこんなイベントになってね、もう本当に出演メンバー全員、今日来てるお客さんがね、本当に心の底から今日はね、パーティーという名ばかりに楽しんで入ってもらえたら、うちはそれで満足なので、ね、だってバベル練習してないからね、一回も、うん、スタジオ入ってないよね、うん、そうそう、だって見てないもん、この人。本当に見てないもの。ね、この間も鈴子と美桜と俺とお三人入って、既読すらつかなかったからね。忙しいみたいなので、ただね、なんていうかな、日誌を持ち上げるつもりはないけど、別に練習来なくてもね、やつはやるだろうなっていうのがあるので、信頼がね。でもね、信頼はあるんだけどね、よくやるのがね、曲の一番最初の音間違えるのよ。よくあるよね。うん、そうそう、覚えてないからね、根本的に。で、だからスタジオとかでもね、この曲やるよったらどの曲って言われるぐらい、ちょっと頭引いてとかね、言われる感じなのでね。まあでもそんなこんなで、バベルもね、今年で10周年、多分10周年を迎えました。だからね、よく続いたな、10年もね。まあ、メンバーもだって、そうか、鈴子が入って、それまでは、なんか、あ、またそこもなんか変なギターが一人いたな。なんか、ね、え？
あもっともっと変なね、飛び道具的なやつが一人ね、あのいて、もうあの熊本の方に飛んでいったからあの、そうそうそう、なんかね、まあそんな感じで今は結局この4人になって、多分ね、来年ぐらいまた何か動きがあるかなとは思うんですが、あのまたね、それはそれで、あのね、そこはまたね、おいおい、あの鈴子さんがじゃあやろうかって言った時にお披露目をしますので、もうね、だから一応まあそんな感じでバベルはそんな感じかな。もう今年も本当にもう本当はね12月あったんで、やっぱ鈴子さんがダメだということで、もう今年が今日はこれが最後と。結構ねバベル意外とね別府やると評判いいのよ。そうそう、あのね、なんかね、あのバベル不安って結構いるらしくて、でも恥ずかしくて出てこないらしいね。いや本当にね、何人かいるのよ、謎の人がバベルのライブのために来てくれるんだけど、普通ほら不安の人ってさ、あの挨拶とかやっぱほらよかったですって来るじゃない。でもうちらがライブ終わったらみんなかっこはけて帰るのよ。いや俺顔も見たことないですから、本当に何人かいるらしくてね、だからまあありがたいなと思うんですけど、え、心当たりあんの？ない。いやまあね、今日も確かにね。まあね、あの本当になんかこうなんだろうな、もうねこんな色物ですいませんって感じだよね。本当にね、この前の AB デッドとかすごかったじゃない、やっぱりね。まあ本当一番客の多い時間帯ね、まあこう阿弥陀で決めてバベルがこのど真ん中っていう形になったんですが、どうよ今日は意気込み、あなたたち会話ないけど。一個言っていいですか？うん、2年ぶりってことやったんですけど、うん、まあ3年ぐらいかな。3年も引いてないかな。うん、あの出産して戻ってきたんで。そうね。出産出産してね、結婚式もあげて、あのすごくいい結婚式でしたけど、なかなかね。うん、なんであの本当ギターが弾けなくてびっくりしてます。なんであの皆さん温かい目と耳と心で聴いてください。まあ、ね、うちは演奏別にできなくてもどれかなるのであの、まあね、あのでもね意外となんか本人はそう言うけど、意外と俺的には全然ちゃんと弾けてるんじゃないかなとは思うんですけど、クオリティがね厳しいのこの人。もう申し訳ない、あのちょっとね、あのここでちょっとお知らせが、ね、自分が本当に大好きなボーイの高橋誠さんがいらっしゃってます。あの昨日はですね、自分はこちらの会お疲れ様です、去年はお世話になりました。あの本当に自分大好きなのでボーイが、で昨日もあのね、本当に昨日もライブね、見させていただきましたが、もうボーイはもう本当にね最高でした。いや、あの一番弱いからこの人、メンタルね、メンタル豆腐だからね。まあでもね、ありがたい、ありがたいね、やっぱボーイですよ皆さん、ボーイですよ、ボーイですよ、暴力の威勢の意って書いてボーイですよね。自分本当に学生の時はものすごくちょっと来るの早いんじゃねえかな。でもね、なんか次の曲がまたボーイの曲とかすげえなあのね、あのね、あのね、もう勘弁してください。あのでも今日本当にね、高橋真子さんが来るかっていう、まあちょっと話には聞いてたんですよ。でまだ定かではなかったので、あの定かだったら本当にボーイの曲を選んでたかもしれない。うん、ハニーボーイね、ハニーボーイ、うん、自分大好きな曲です。あの昨日ね、昭和ワクナーさんがあのアレンジしてハニーボーイやってましたけど、またね、やっぱあれは名曲だなって。ボーイはもうどんな曲をやっても名曲なので、去年ね、自分と彼があのこういうとこね、あのネイキッドのせいちゃんとドラムの大ちゃんでボーイのやって、最後ね
またそこもね、アンビシャスバージョンっていうのをやろうとしたら高橋知らないって言われたんですよ。なかなかいい思い出だもん。うん、ね、何なんか、ミュウちゃんなんか喋って。じゃあ、あのたまにはね、たまにはあの周年というか10周年なので、ちょっとあのミュウにも一言。いや、これミュウが喋るってことは、あなたたちみんな喋るってことだからね。飲んでんのそう。じゃあ、みおちゃん、ちょっと一言、皆さんに感謝の気持ちを今日ね、うちイベントなので。みおちゃん、みおちゃん、かわいい。しゃべれ。今日はライブに来てくれてありがとうございます。めっちゃ緊張してます。頑張ります。マコスさん声振ってるからすっげえ目立つ。でもね、ほんと、ね、往年の曲が昨日来たので、じゃあ、ね、あのうちのバンマさんを、バンマさんの、あのね、ちょっと感謝の気持ちを。本当に去年第1回迎えてから、まあ、約1年経って第2回開催できまして、本当もう皆さんに応援いただいてありがとうございます。事の発端だからね、あなたが、まあね、一緒にバンドやるのにまず条件として演奏ではなくて光ろうぜっていうのが、ね、事の発端だったので、まあ、こういう形になりましたけど、じゃあ自称バベルのマスコットガールらしい彼女が自称ちゃうやん。来たこと、皆さん本当に今日はありがとうございます。私は途中から入ったんですけど、あのみんなが本当にイエーイ親切にしてくれて、機材とかドレスも自分では準備してなくて本当に甘えっぱなしなんですけど、楽しくやらせてもらってます。まあ、今後もよろしくお願いします。以上。はいね、こちらマスコットガールの鈴子様でした。ね、まあ、こんな感じで、まあ、来年はね、言いたいけど我慢して言わないけど、またねちょっと面白いことがあるので、またそこはそこで楽しみに待っておいてくれたらいいかなと思いますので、せっかくね、誠さん来てくれたので、もうあの他のバンドも見てもらいたいので、うちはもうね、あと3曲ぐらいでもうやるので、最後までみんな楽しんで帰ってください。
緊張するね。
うまいね、うまいね、上から誠。いや、上から誠で全然いい。もうね、本当になかなかね、自分のこういうのをなかなか見れないと思うんで。でね、え痛風？いや、痛風ない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 、痛風ない、意外と意外と、ね、でもね、これにお立てで立って次の日は足は動かない。すっごい筋肉痛になる。まあね、ほんでね、ちょっと個人的にね、次の曲でバビロンはラストです。でね、この曲シックっていう曲なんですよ、一番最後でね。今日撮影してんのかな、いる、彼女、彼女がね、この曲を希望したんですよ。そうそう、この曲で、で、なぜこの曲を希望したかって、頭振りたいらしいんですよ。でね、福岡にも彼女来てくれたんですけど、ね、初めて本当のね、バンギャの、頭振るの、ヘッドバンを、俺も彼女が初めて見せてもらったんですけど、途中歌えなくなったからね。もう本当にガチのヘッドバンなので、今日やる？あ、やるらしいです。多分このカメラ、そうそう、その時福岡の時にもね、撮ってもらったんですけど、ヘッドバンしすぎてね、もうね、画面見れない。いや、でも、すごいよ。彼女のヘッドバンのクオリティは本当に高いと思う。ここで、よくね、意識飛ばないなと思うぐらい、いいのかな、こんなに上げて。まあね、いいらしいです。まあね、そんな感じでね、まだね、バベルパーティーまだまだ続きます。あと残りはですね、クランビリージャムと最後リバイバルで、今日のね、イベントが終了となります。で、あとね、2バンドあるので、最後までみんな本当に楽しんで帰ってください。で、なんかね、今日も言われたんですけど、23日がクランビリージャムと、せいちゃんが出るのかな、フィデアンドスプラビューザーのチロリンが来てライブをやると。その後ジュース化だからね、どうなってんだっていうね、ここ。なかなかね、そういうのがまだまだこのカッパレーブンなんで。だって昨日だって高橋マックスさんだからね。だから、恐ろしいライブハウスなので、意外とね、これからもいろんなまたイベントがここであります。今日初めて来た方もいらっしゃるかと思います。それを機にね、ここにも全然遊びに足を運んであげてください。そんな感じでバベルは最後になります。いいですかね、皆さん、いいですか。じゃあ最後、みんな、はっちゃけられる人ははっちゃけてください。でも体はね、大丈夫ね、足腰、響くから。最後、暴れる人は暴れて帰ってください。シャラストマリア
Thank you.